はい、お待たせいたしました。いよいよ WBC の結果が出てまいりました。引退レースですね。さあ連投ではありますが、好成績上げてくれるといいと思いますが、どうだろう。一番人気、さあこれは本当に優秀の美を飾ってほしいですね。相手はですね、プリンシパルテキサスとドリフトの2頭です。さあ疲れや消耗はあるでしょうけど、ここは勝ってほしい。2万枚は残念ながらいかないですけど、1万8000枚台に乗せてほしいですね。さあ引退レースも横山典弘が騎乗いたします。スタートはまあかな。5番手つけました。これからどうなるか。まあ、冷静に運んでるって言えます。さあ異常カーではなく普通のカーだ。さあいよいよ最後の戦い、結構離されてるような気はしますが、さてドリフトは先に先頭に立った。伸びが悪い、届くのか。残り200。さあちょっと足が鈍った。さあかわせるか。かわしてくれ。どうだろう、かわしてますね。あーギリギリですが勝利を奪いました。優勝の美を飾りました。ぐいっと最後ダメかなと思ったんですが、最後ぐいっと加速して、ギリギリ捉えていました。さあエンディングです。24戦18勝。
SWBC、このな、最初 SWBC7 着以外は、いずれも3着以内に入っております。ということで、文句なしの殿堂入り、クラシック3冠、WBC ターフ4勝、そして、2000の WBC クラシックを制覇。SWBC を制覇できなかったのは残念でしたが、と他に G110 勝など、非常に強い戦績を上げて、引退を飾ることができました。470キロですね。480が後半コバになってからベストだったんですが、ダスカか、いいなぁ。ダスカはちょっとロマンがありますよね。ダスカつけてもいいかもな。パパネ。ウィンドウイーハヘア。カカイプリンセスもいいかもしれない。北斗ベガ。北斗ベガか。面白そう。北斗ベガ一回つけてんですよね。これもいい配合。ホッカも夢がありますね。プライド。まあまあまあか。堅実型ではない。アバーシーもいいですね。80ですからね。それに比べた株券の中で言えば、マルペンサーだけで、しかも、非常に危険な配合なんで、まあ、その辺を考えつつ、あ、こういう生産の仕方もできるのか。開けばできるってことですよね。というわけで、また、お守りって何だったっけ？白毛のお守りっていうのもあるんだ。これだったら白毛が発生しやすくなるんだろうな。はい。というわけで、次の世代に、型のハービー編は終了です、今回で。次の世代に引き継いでいきたいと思います。また、継続してみてください。ですね。プレイリストがありますので、そちらに登録していただければ、過去のものから、ずらって見ることができますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。はい。まあ、いつもの通りですが、高評価、コメント、SNS の拡散、また、まだチャンネル登録されていらっしゃらない方は、ぜひ、登録のご協力をお願いいたします。ブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレス、記載しますので、よろしければお願いいたします。また、動画、関連動画、動画プレイリストも、表示されますので、最後20秒表示されますので、よろしければ見てください。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。